皆さんこんにちは、こんばんは、ブータです。今日は8月3日の今午前10時25分になります。ちょっと遅いですね。今から家出ようと思うんですけど、今日ミッフィースタイルのノベルティデーとスタジオクリップの新商品発売が被ってまして、どっち行こうか迷った結果、なんかそんなにスタジオクリップの新商品もう最速で欲しいってものを僕の中ではなかったので、とりあえず後回しで見に行くことにして、東京駅行ってきたいと思います。じゃあ、行ってきまーす。もうね、夏には欠かせない必須の飲み物になりましたよ。この水筒、なんか350ミリ使いにくいかなと思ったけど、めっちゃ便利。いいなぁ、黒だったら使いやすい。
どーん。はい、自宅に帰ってきました。今日はね、ミッフィースタイルと先ほど話したスタディオクリップですね、はい、に行ってきたんですけれども、なんかね、たまたまね、新作のガチャガチャが出てたこと僕気がつかなくて、それもやってきたんですよね。なんかここに入ってるんですけど、でもそれはまたちょっと別の動画でお見せしようと思ってますので、はい、お楽しみにしてください。ということで、今回買ってきた商品はこちらとこちらになります。動画見てもらってたら分かると思うんですけど、マグネットですね。第2弾の商品になります。はい、今回のノベルティですね。これお掃除かな、作業着てる人参、これお、あ、違う、掃除じゃなくてあれか、畑仕事かな。一応今回はこの3つですね。で、これなんですよ、一番の目。これ2600円ぐらいだったかな。はい、買ってきました。ステンレスタンブラーですね。これね、僕似たようなの実は持ってるんですよ。ちょっと持ってきますね。はい、こちらになります。これ1年ぐらい前なのかな、もういつだかも忘れちゃったね、に買ったやつなんですけど、半年ぐらい前か、うん、に買ったやつで、すごいお気に入りで使ってたんですけど、またね、柄違いが出たんですよ。ちょうど同じぐらいの大きさの、で、可愛いんですよね、こちらも。ちょっと開けましょうか。いや、いいですね、やっぱ可愛いね。うん、今回はミッフィースタイルっていう文字がちょっと小さく書いてありますね。以前はね、もうちょっと大きかったんですけどね。またお顔っていう、そう、あの2種類あって、水着バージョンもあったんだけどね、ちょっとね、あの動物多めだったからこっちにしちゃいました。こっちはね、カラフルでいろんな顔あるから、やっぱね、ミッフィーのお顔可愛いよねはい、まあ、そんな感じで今回これ選んできました。で、わざわざどうしてじゃあ2つ目買ってきたかっていうと、ちょっと飾り用で使おうかなって思ってるんですよね。何かここに入れることができたらなって思って、ただまだ漠然と考えてる最中で、はい、まだ何に使うか決めてないんですけど、なんかね、コップって売り切れるの早いから、うん、早めに買っておきたかったんですよね。で、もう一つはマグネットですね。で、これ合わせて3300円ぐらいだったんですけど、ちょうど3300円ですね、今回も。今回のノベルティがもらえたっていう感じになります。開けてみましょうか。ちなみにね、12種類ありまして、僕が一番欲しいのはね、実はグランティなんですよ。グランティの、あのミッフィーになりたくてうさ耳をつけてるやつ、あれね、超欲しくて、それが出たらいいなーっていう願望ですね。いきます、せーの、じゅっ手にくっついた、せーの、じだん、あ、裏側だったごめんなさいね。せーの、じゃん、お、スナッフィーと子供だ、かわいい、いいね。なんかスナッフィーとかね、ウサギはね、動物系の中で最上位に好きなので、これ渡ってくれて嬉しいですね。これじゃあ、あれしよっかな、冷蔵庫に貼っちゃおうかなはい、今回はこんな感じの商品でした。で、ちょっとね、まだお話ししたいことがあって、今回のね、東京駅、内装がね、シロタンっていうキャラクターがなんかメインで、25周年って書いてあったかな、東京駅がシロタン一色になっていた様子、まあ、一部お見せしたと思うんですけど、めちゃくちゃ可愛かったんですよ。てか、実は僕シロタン初めて知って、僕ね、初期の絵の方がちょっと好きだったんですよね。最近のシロタンよりもちょっと昔のね、ゆるい感じの絵の方がすごい好きだなって感じはします。で、まさかね、25周年って結構長いですね。あの、このご時世ってめちゃくちゃ新しいキャラクターいっぱい出てるじゃないですか。だから、まあ便乗してまた出たのかなみたいなと思ったら全然違うんですよね。で、結構歴が長いから、うん、ちょっとびっくりしましたはい、まあそんな感じで、まあちょっとね、シロタン今後ちょっと追おうかなって迷ってます。うん、思ってた以上にちょっと刺さってしまって、ちらっとお見せしたと思うんですけど、 ATM のお金なくなっちゃったんだっけな、お金使っちゃっただっけな、なんかそんな感じのやつ、あのね、マジでもぶっ刺さっちゃって、めちゃくちゃ可愛い。しかもわざわざ ATM の隣にあの絵を配置するっていうセンスのありよう、やばいですね。あれをあそこにつけた人は本当天才ですね、はい、もうそんな感じでね、ちょっとね、シロタンにはまりそうなので、まあ、ちょいちょいね、イベントとかあったらチェックしてみようかなと思います。ね、あのおぶんぶさんもね、まだ未だに好きで、ちょいちょい
あのイベント行ったりとかグッズ買ったりとかしてるんですけど、でも動画にはしてないんですよね。前にねサブチャンネルやってた時におぶんぐさん上げてたんですけど、サブチャンネル消しちゃったので、はい、もうそれ以降はねちょっとおぶんぐさんをね上げてないんですよね。なのでこのチャンネル今実質ミッフィーチャンネル化してますけど、なんかちょいちょいミッフィー以外のキャラクターもたまには入れたいなっていう気持ちはやっぱりあったりしますね。うん、やっぱ人生可愛いもの探しなんではい、そんな感じで、で、もう一つがスタディオクリップですね。スタディオクリップは、まあ、東京駅のミッフィースタイル行った後に行ってきました。でそれはねまた次回の動画でお見せしたいなと思っております。はい、そんな感じで、じゃあどうしようかな、今回はこれでとりあえず飾るかはい、地味にねいろいろ貼ってあるんですけど、どうしようかな、この横にでも置く、この辺、こちらのノベルティも変えます。早いなペースが、もう1ヶ月に1回ぐらいのペースで変わってるから、はい、じゃあこんな感じで今回の動画は終わりたいと思います。次回はねスタジオクリップの動画になると思うので楽しみにしててください。ではご視聴ありがとうございました。またねー。